脇地ども、我の命に従い破壊の限りを尽くすがよい。この汚れ切った帝都を破壊で浄化するのだ。さあ行け。祈願に、ぬしらのむくろを帝都に飾ってくれようぞ。天下に許さへん。帰還たちにこんなことさせてからに。みんなお願いや。もうこの子らに悪さをさせとうないんや。今は壊しとうないけど、この子らを助けるにはこうするしかないから。了解。
じれ。これ精進です。準備はよろしくて。
手加減は期待し。そこ、ちょっと、グリアイ。切り札を出す。切り札。隊長。神宮寺さくら。
なあ、大神はん。分かってるんや。この魔装騎兵たちを救うには、今は壊すしかないって。頭では、分かってるつもりなんや。せやけど、心が痛いんや。もうでけへん。うちにはもう、甲冑を狙え。動きが止まっている今が好機じゃ。うち同じ機械同士やのに、どうしてこうし合うとあかんのや。あんたらわけしかて壊されるために作られたんとちゃうんやろ。こんなのひどすぎるわ。嫌なんや。やれ、今じゃ。息の根を止めてしまえ。言いたいんか？コーブ、うちのこと守ってくれるんか？うちのこと信じてくれるんか？コーブ、大神はん、コーブが話してくれたんや。人間の役に立ちたい、設計者の気持ちに応えたい言うて、うちのこと守りたいって言うてくれたんや。せやな、コーブがここまで頑張ってくれてるんやもんな。よっしゃ、行くで、コーブ。うちのこと見ててや。
どういうことだ。脇地どもが活動停止するとは。霊力の照射を受けて蒸気演算機が破壊されたのか。役立たずどもめが、自爆しろ。我の目の前から消え去れ。天界、なんてことするんや。クズは潰す、当然であろう。貴様たちも同じ目に遭わせてくれるわ。お前はもう喋るな。天界、うちは絶対に許さへんで。だったらどうする。我を殺すか。やれるものならやってみろ。こやつらが相手になってくれるわ。来い、帝国歌劇団。やると痛えぞ。スーパーリンパイ。はっ。Thank you.
兄ちゃん。手加減は期待しない。鳴り響け白夜の鐘、スネグーラチカ。風神竜火鳥の舞、はい、おかわりよ。いただくぜ。隊長、大神さん、勇気を分けてください。はじゃ剣聖なかなかかっこよかったぜ。
やるわね。おめえもな。隊長。はっ！
大神さん。過激だ。少々見くびっておった。天海様、弥勒の準備も終わります。この場はそろそろ。弥勒の作戦は守備よく済んだようだな。帝国過激だ。次に我と会う時が貴様たちの最後と知れ。くそー、あのジジイ、もっとボテグリ焦がしたかったのに。せやな、これもみんなコーブのおかげやな。機械もなかなかやりますわね。さすが私たちの仲間ですわ。なかなか人のことを褒めないスミレさんが機械のことを褒めるなんて。何をおっしゃるやろ。機械なんて人間に使われるためにあるのですわ。おめえは人間も使いまくるだろう。まあ、ちゃんと機械と人間を平等に見てるってことだな。じゃあ、スミレのコーブもさ、スミレのこと、タカアビシャって思ってるのかな。そんなことあらへん。コーブはそんなスミレはんが好きなんやと思うで。機械と人間は、お互いを支え合うように生まれてきたんやから。わがままが過ぎたら愛想つかされるんは機械も人間も一緒やけどな。もう知りません。好きに言えばいいですわ。それじゃいつものやつやりましょうか。せやな。よっしゃ、行くで。勝利のポーズ決め。キントン型ロボット、その名もキントくんや。簡単に言うたら役者さんを宙に浮かすための大型舞台装置やね。これなら最有機だけやのうて、これからの帝劇の舞台でも宙吊りが簡単にできるんや。ずっと使えるようにってスミレはんが徹夜で設計してくれたからな。あれ？あれ？うわ、うわ！多分あれやな、設計室を中やつや。スミレハンがカナハに一泡吹かせたいって考えて設計したから。せやからあの子が気を利かして。こんなはずやなかったのに。
二人とも無事か。とほほ、人間と機械が支え合える日ってまだまだ先なんかな。天海様、帝国歌劇団壊滅の準備整いましてございます。そうか、ご苦労じゃった。六波星高魔人ジョージのためには奴らが目障りだからな。一時の勝利に浮かれておれ、帝国歌劇団、貴様らの最後は目の前じゃ。天海様、アマテラスの最終調整も完了いたしました。天海様のご要望通り、この汚れた帝都を消し去る極みの魔装騎兵にございます。アマテラスも完成か。これで全ての駒が揃ったというわけじゃな。我が待望の成就する時は近いぞ。大神さん、大変です。クロノス隊が帝都に魔術を。私たちの帝都が。次回桜大戦、帝都大崩壊、大正桜にロマンの嵐。滅びよ偽りの帝都よ。